おはようございます。おはようございます。おはーみたん、おはーみたん。なんか久しぶりですね、朝の配信は。久しぶりって言って、2日ぶりなんです。けどね、おはようございます。うん。3日が、3日ぶりやな。おはようございます。今日はコヨタの誕生日です。おめでとう。おめでとうですねな、そうです、もう19歳らしいで、もうあと1年でお酒が飲める。すごいすごいですよね。ゆっくりできましたよ。ありがとうございます。やっと20分まで。ありがとうございます。そうですね、すごいですよね。でもね、アミも言うてもあと2ヶ月かな。2ヶ月ないですね。1ヶ月ちょっと、1ヶ月半ぐらいです。でも1ヶ月半もないですよね。1ヶ月とちょっとだけですかねやばいよな、もうすぐやん。タンプレ決めたやって。あ、こよたのね、こよたの決めましたよ。もう買いましたちゃんとね、そう、コヨタの生誕祭に出させてもらうので。おはようございます。おはようおはようございます。そうですねおはようございます。あ、昨日 MV が、昨日やんな、昨日ですよね、公開されましたね。見ましたよ。めっちゃ可愛かった。あの白い衣装がさ、背中がさ、こうやってケイトさんと坂田美咲ちゃんのこの服が半分半分でハートになってた。わかりますか、背中が開いてるんですけど、その背中の開いてる形がハートの片割れみたいな感じだったんですよ。めっちゃ可愛かったですよ。うん、そうですね。おはようございます。あのさ、 MV 公開まであと何日みたいなやつをさ TikTok に上げてたじゃないですか。あれのね、ジョーニシェレイさんとコジリンさんのやつめっちゃ好きです。見てみてください。最後に真顔で言うんですよ。ちょっとめっちゃ面白いんで、可愛くて、だから見てください。そうですね、研修が仕事お疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。アミゴロウ、アミゴロウです。そうです、だからね、あのね見てほしいです。めっちゃ可愛いですはい、おはよう、おはよう、なんかねおはようございます。アミダンディーグドークも可愛い、ありがとう。昨日はにゃんにゃんなずしたね。そう、うん、MV の白い衣装、 MV だけの表現でってシンシンが言ってて、そうなんですね。あとなんか昨日の B2 さん見てたんですけど、若ぼんさんがすごい言ってましたね。なんかあのいろんなさ、数式って言うんですか、めっちゃ出てきてたやんか。それで I love you って書いてるって、なんかね、すごいですよね。おはようございます。仕事行ってきます。頑張ってね、頑張れなみだんだん、おはよう、おはようございます。今日はむっちゃじゃないけど、まあいつもと寝てる時間は変わらないんですけど、もう寝る前とかに普段ちょっとスマホを触っちゃうんですけど、やっぱりだけども、昨日は触らずに即寝ました。だからね、寝起きがねとても良かったですね。すごいですよね、そんなんで変わるって。まあ気持ちかもしれんけどさTikTok も NMB 楽曲使用復活し、よかったね。ね、よかったですね。また撮りますまた撮ります。 TikTok の猫のやつリクエスト送る日だ、かわいい、ありがとうありがとうございます。皆さんリクエストあったらどんどん教えてください。ほんまに何撮ろうかわからなくなってくるのでお願いします。
そう、わからんくなる。あ、風呂敷出てくるのガリレオ思い出す。あの、聞いてください、あの沈黙のパレード見たで、アミ。あ、そっか、まだ言ってないか。じゃあ何までですけど、あのね、見たんですよ、昨日バスでガリレオ見ました。めっちゃ面白かった。でもちょっと怖かったですね。うん、家族並木屋がめっちゃ変わってましたね。おはよう、くれます。そう、25日お昼公演とコヨタン生誕祭と両方見に行きました。ありがとう、待ってます。みんなでお祝いしましょうね、コヨタンね。え、今日は雨なんかな、えらい曇ってるって。いやですね、ちょっと悔しいわ。あぐみ出ないねって。そんなん言うたら出ますよ、本当に。皆さんも気をつけてくださいね。まあ、首は言霊みたいな感じで言ったら出ちゃうから、うん、ね、そうです。 I love you ってどんな意味やって。え、あなたのことが。でもラブやもんな。あ、ライクじゃないんか。なんかよく言いますよね、ライクかラブかみたいな。よくか知らんけど。アミはサーモンがラブです、マカロンもラブです、スパムチもラブです。外食から帰ったその日に TikTok とブログ更新したみたいな。偉いね、ありがとう。そう、でもね、3日間も休んでたから、さすがに TikTok とブログを上げたいなと思ったので。そう、うん、6月5日の社名会、片田崎県の県届いて、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとう。スーパームーチュ、近所のスーパーからなくなって泣いてます。え、なんでですか、販売停止とかじゃないですよね。そういえばなんですけどね、皆さんこのお菓子言ってますか、ホットケーキシロップ。これのチョコ味もあるんです、どら焼き版。これね、めっちゃくちゃさゆきちゃんが好きらしくって、知ってる方もいるかもしれない、さゆきちゃんのファンの方やったら、さゆき部やっけ、やったら知ってるかもしれないけど、まあめっちゃ好きなんね。で、さゆきちゃんが好きっていうから、誕生日プレゼントにこれ大量にあげようと思ったんですけど、駄菓子屋になくて、で結局アミはネットで頼んだんですけど、販売停止してるらしいですよ、生産停止かな。で、さゆきちゃん あのお家の近くの駄菓子屋さんにはまだ売ってたらしいけど、さゆきちゃんが買ってなくなってんて。で、またアミが見つけたんで、今度あの25日これあげます、何個か。そう、見つけちゃったので。そうですね、アングルの上で出たよって。なんで出ましたね、まだそれ連絡来てないで、知らんかったで、ツイッターで知りましたよ、さっき。なので、まあ、はい、やります、また今度後でね。どこで売ってるの、多分な、駄菓子屋とかですかね。あんまスーパーでは見たことないってさ、雨も。美味しいよね、美味しい。雨はこれのどら焼きの方が好きやけど、どら焼きはなかったんかな。そう、ママが買ってきてくれました。最近駄菓子みたいなお菓子食べないから。え、というか最近駄菓子屋自体なくなってますよね、ほんまにね、ほんまになくなっててびっくりです。アミもお家の近くにあったんですけどね、もうね、アミが小学2年生ぐらいの頃に潰れちゃったからな、友達とお菓子買うっていうのはなくなりましたね、一気に。だから多分その辺からですね、アミたちが外で遊ばなくなったのは。今も遊んでる子はおるけど、あんまり遊ばんね。なんかね、まあ2年生ぐらいの頃に、まあ駄菓子屋さんとかが潰れたから、あんま駄菓子屋さんみんなで行くってことはなかったけど、駄菓子屋さんに行って公園に食べるってことはあったんですよ。だけど、まあ駄菓子屋さん潰れたら持ち寄ってきてたんやけどな、
3年生の終わりぐらいにコロナが流行り始めて、もう4年生はね外で遊ぶことがまずなくて、で5年生になって、まあバトンが忙しかったんですよね結構。それで6年生で受かって、だからそんなにですね、まあ周りもあんまり外で遊ばんくなってる。まあ暑いと思ったり、暑かったり寒かったりでねそう探してあったら買ってみた。美味しいので買ってみた。雨はこのドラ焼きを押してます。そうおはよう、おはよう。祖母が駄菓子屋してたから勝ち組でしたって。うわ、それは勝ち組ですね。自慢できちゃうやつやないいな。梅田に有名な駄菓子屋あるみたいだから今度ゆなちゃんに教えてもらおうだって。え、教えてもらいたいですね。駄菓子屋だからほんま最近全然行ってないですよ本当に。小学校の時ほぼ毎日外で遊んでやれて、やんな。アミはねもう2年生ぐらいから遊ばなくなったですね。そう、駄菓子屋のあるコインゲーム好きやったのよね。アミたいなドロもあったってありましたよ。アミもコインゲームはなかったな。アミはなんかねガムをなんか1個これぐらいの丸いガムを買うのに10円かかるんですけど、なんか10円やったら当たりやったらなんかもらえたりしてたね。こうやってピンって飛ばしてさ、こうやってガタ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 ってどこに落ちるかみたいなやってましたね。小学生から友達と遊べなくなるのかわいそうって、なんかかわいそうですよね。けどだからねスイッチとかスマホのオンラインゲームとかでつながるようになったから、もうなんかあまりなんか外で遊ばなくなっちゃったんですよね。そうですね。昔は駄菓子屋でお好み焼きとかおでん食べれるお店にずっと行ってたなって、すごいすごいなすごい。劇場に行く時のナンバーワークにある駄菓子屋がめっちゃ気になるって。駄菓子屋あるんや、見ます今度。でもなんかナンバーワークっていろいろありますよねうんね。ゲームでつながるって現代行くんやってほんまにな。だけどなんかねゲームはゲームで飽きてくるんですよね。そうだからもうゲームしひんから最近は、最近はね。だからもうそうなったら友達とテレビ通話とかして、そうですねなんか喋ってますね。そうなのでそうですねそうですね。ここだけの話、昔は当たり付きのお菓子は当たりと外れ分けで箱に入ったのを店側で混ぜてたのよ。そうなのよ。でもなんか当たりと外れてさ、そのパッケージとかに入ってることがあるんですよね駄菓子って。なんかそういう裏技が流れてきたけどね、全く分からなかったですよ駄菓子屋行ったけど。その後になんか触りまくるのもさちょっと気まずいやんなのでね、はい、感じですかね。エディオン、ナンバーにも駄菓子あるねって。え、ナンバーってエディオンあるっけ。あれしか知らんですね。どこやっけ、どこやったっけ、忘れちゃったね。アミさ、なんかさナンバーであんまりうろうろしないからわかんないんですよねほんまにそうほんまにわからないですね。なんか結構ね、なんかあれですね、もう劇場直行すぎてわからんですね。まあ直行ってこともないなないないない。でもどこに行ってるってあんま記憶ないですね。どこ行ってるんやろ。
毎回混ぜるの手伝うのが好きだったな。いいです。あ、それビッグカメラや。ビッグカメラしか分からへん。ビッグカメラ、ビッグカメラ、あんまなんか周り見てないな。あみやばいな。絶対通ってる道とかやのにさ、全然周りが見てなさすぎて。いや、自分あの前向いて人に当たらないようにしてるんですけど、なんかあんま物見てないですね。やばいな。ちょっと普通に問題発言やね、やばいな。ね、そうですね。二見の頭があったとこの近くへって、あ、なるほどね。あ、ああ、わかったかな。なんか二見の豚まんがどこにあるかは分かってるんですよ、みもさすがに。うんそうですね。ねえ、また見ます。あみちゃんは衝突症、衝突猛進、猛進、衝突猛進タイプやて。なんやそれ、なんやなんでそれ。待って、くしゃみが出そう。あ、大丈夫ですねすいません。あ、おいおいの近くへ出て。あ、みんなこれ丸いって思うやろ。あ、これさ、ずっとさ、おいおいやと思ってた。0101 丸いらしいで、普通にやばいで、おはよう。ちょっとつもしん、あ、すいませんどういう意味ですか、どういう意味や。ナンバーの駅前の一部が車通れなくなったの知って、全然知らへん。なん、知らんな。ちょっと知らんすぎてやばいかもしれんですわ。あ、知ってるで知ってる。なんかだっけ、歩行者天国っていうんですかね、広がった、広がったっていうか買ってきたんかな、なんか分からんけど、なんか歩行者のところが広がったのは知ってますよ。そう、それは知ってるで。なんか星になってんだよ、めっちゃみんなさんなんかめっちゃめちゃくちゃみなさん星やなんでや、星になるんかってな。大事やのに、その星が知りたいのにな。のみたまだ危ないから、ナンバーうろうろしたらあかん、かっこかほうやってありがとうございます。そうです。あ、おいおいが星になってたんですか、なんでやろうな。あ、おいおいってダメやからってことですか、ちょっと暴言みたいってことですかね。やばいやん、そんなんで。ちょっとつもうしいわ。イノシシが直線的に突進するように目標物に対してがむしゃらに進むことやってやば、そういうなんかなうん確かにローマ字でならおいおいかよって。え、だってさ、あれで丸いって読む人なかなかおらんと思うで、初見やったらね。あ、仕事行ってくるやって。頑張ってね、こうやさん。頑張れ。頑張れ。なんぐらい、おやがきやから、みたいな楽しみ。ありがとう。ありがとうございます。ね。ねえ、そうだよね。おいやって。そういうことね。おいってなるからですかね。しかも、2個あるもの、そうそう。丸い丸いなっちゃうやん、丸い丸いやん。でもこの0101であの丸いだけやで、そりゃおいおいなるで。インが読めてて、インが読めます、インが読めるで。イングやんな、イング。なんかさ、発音むずいですよね。みんなさ発音ちゃうもん、イングとかさ、イングとかさ、わからんねんけど、まあ、イング、イング、イングですね。これは買ったりするのでね、服ね。25日のゴイちゃん生誕祭登録、あ、まじだ、
当選したよって、おめでとうございます。おめでとうございます。ずっとイングニアと思ってたって確かに思うよな。 NY は、あ、じゃあ NI は書いてるけど読まない。なるほどね。でもアミも初めイングニアと思ってたでもそれはイングって思ってた。なぜか分かる、発音どっちってなるな。人によって違うくない？イングでこの前買ってんって人とさ、イングでさ服買いたいのに言う人おるやん。もうどっちか分からんから決めてと思ってしまうですねそう、イングニって読むんじゃ、読んじゃうよねってな、読んじゃうね。他の何があるんやろ、あのなんかなん、なんて言うんですか、その間違えそうな読み方あるくない？そういうの何やろな。あと何があるやろな、あんま思いつかんですわ。じゃあ今日の1のコースをもらえてたのを書きたいと思います。0101を180度回転させて、ジュージューって読むお好み屋さんを知ってるって美味しそう。星道路がみんなに似てるけど、みんなの先生いけるかなって当たるように願っときます。いけるんちゃういける、いけるよ、いける。皆さん星道路がみにしてくださいね、よかったらお願いします。人の名前難しい、え、わかります。なんか漢字が特殊な子とかはわかりにくいですよね。仕事行ってくね、頑張ってね。あ、2位鉄のかなさん、ありがとうございます。頑張ってね、頑張れ109、109って読む感じがあって、あ、読むんですね、やっぱ。やっぱって知らんかった。今年の秋の生誕祭は1になるかなって、な、いつやろな。まだそこまで全然予定、アミたちも知らないです。いつ世代交代があるか、6月ぐらいまでしか知らないんですよ。そうですね、やっぱり日本語って難しいよねって。難しいですね。今年も当日やなくて別の日かなって、どうやろうな。でもね、なんかね、まあどっちも良さがあります。まずな、当日やったらその自分のちゃんとした誕生日に いろんな人にお祝いしてもらえるやん。それもいいけど、その日じゃなかったら誕生日はまあ一回祝ってもらって、もう一回誕生日を祝ってもらえるから、だからあのね、どっちでもいいですよね、ほんまに。ね、みんなも N 公演またぎ出ないのはやっぱりゆうかたんとプライド歌ったら最高なんて、なあ出たいって言ってるんですけどね。まあ待っててください。おみちゃん誕生日7月8日やって、そうですよ、忘れないでください。7月1日です、皆さん覚えててくださいね。そう、2回風できる、そうなんだ。だからどっちも良さがあるんですよね。昨日推し登録をみたいにしてありがとうございます。皆さんしてください、よかったらね。アミタンの生誕祭早めにお知らせしないと、仕事休めないからドキドキしてる、笑って。そうですね、早く決めてほしいですね。去年は2回祝ってもらってね。そうです、皆さんありがとうございました。ケーキ何回も食べれるもんね。そうなそうですね、めちゃくちゃ覚えやすくて助かるな。7月1日は分かりやすいですよね。月曜日やねんって、土日が良かった。まあそんなこともないか、まあ月曜日でもいいやあ、7月1日は1年で一番大事な日は、あ、ありがとうございます。嬉しいですね、そんなん言われたらねえ。あ、待って、コスモライトさん来てるかな。あのお絵かきしますね。あ、間違えた、今日はコウリの誕生日なのでコウリにハビバお願いします。ありがとうございます、来てました。最悪の場合仕事辞めちゃうかって、ダメですよそれは。仕事、お仕事は頑張ってくださいね
コヨタン来ます。コヨタンはね、ほんまなんかね、あのいつも変ですね、やっぱり。だけどね、あのね、コヨタン、最近よくね、テンちゃんとアミとコヨタンでいることが多いんですけど、そう、AB 型でいることが多いんですけどね、ほんまコヨタン面白いですよ、めっちゃ。あと大体ね、アミとコヨタンとテンちゃんがそうやって戯れた時にミソラちゃんがいつもね見てます。ずっと爆笑してます。あのコヨタンは今日はいつものコヨタンとかチュモコって言うんですけど、まあ今日はお誕生日なので、あの仕方ないからアミがコヨ様って書いてあげます。仕方ないのでね。コヨタンは自分の声とコヨ様っています。そうですね。じゃじゃーん、たったらーん、ちょ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 、こんな感じです。どうですか。コヨタンいつも髪をね巻いてるんです、固定ヘアで。なので巻きました。ちょっとね、巻く髪を描くの雨は苦手ですね、ちょっと。はい、じゃ撮ります。はいチーズ、ん、はいチーズ、ん、ありがとうございます。おめでとうコヨタン。ね、その3人クエツメンバーなんで、そうですね、結構、あ、今月誕生日ですので、おめでとうございます。また当日お祝いします。変ですね、ほんま。そうだね。AB 型変な人多いで、過去 Y もやって、あ、いいですね。じゃあトリオじゃなくてホリオ、なんて言うんやろ、わからんな。4人ってなんて言うんですか。え、っていうか2人もなんて言うの。2人はセカンド、セカンドですね。いつも食べられてるが役に立ちますけど、食べられてますね、いつも。この前ね、コヨタンがリップを塗った後にアミを食べてきてね、ほんまに食べたんですよ。だからここにね、あのね、リップのマークがめっちゃ綺麗についてるんですよ。びっくりしたで、ほんまに。そんな綺麗に詰めてもな、公演前やったからな、めっちゃ急いでな、ティッシュでゴシゴシされました。ほんまにやばいですよね。俺もエビ型やから一緒にいてもいいんかな。いいですよ、5人に増えましたね。いいですね。ねえ、カルテットやって5人は何ですか。クインテットは5人やけ。なるほどね、そのカルテットとか初めて聞いた。クインテットの聞いたことあるけどね。それではソロ、コンビ、トリオ、カルテット、なるほど。そうなんですね。あとね、聞いてください、この前てんちゃんに T シャツをもらいました。見てください、めっちゃ可愛くないですか、これ。パンダなんですよ、めっちゃ可愛い。パンダ見つけて買ってくれたらしいです。めっちゃ優しくないですか、ほんまに。ありがとう。なのでこれはちょっと悩んでるんですよね。25日にあの着たいんですけど、コヨタンのも着たいから悩んでますね。なのでちょっととりあえずこれいきます。ありがとう店長。そう、それではちょっとはい、やりますね。これ読みます。誕生13位大野ふぎとさん、ありがとうございます。12位まふみさん、ありがとうございます。11位ピロピロさん、ありがとうございます。10位 FFF さん、ありがとうございます。9位まさやかさん、ありがとうございます。8位モンテさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位ゴニタン、ありがとうございます。5位エリアスさん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位継続は力なりさん、ありがとうございます。
ニーテツメガネさん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ギャルは優しいからね、ほんまにな。店長はほんまに優しいですよ、ほんまに。ありがとう。なので皆さんありがとうございました。じゃあ今日もお仕事頑張ってください。あとね、今日の12時までがリアル、リアルっていうかね、あのね、このちゃんとあのオンラインじゃなくて会える受付が今日までなんですよ。今日までっていうか明日の12時まで、今日の12時から始まるので、皆さん直接会いたいなーと思ってる方は今じゃないと申し込みできませんよ。もう最後なので気をつけてくださいね。じゃあ待ってます。ありがとうございました。せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。ラストなんで、そうだから皆さん悔いないように、あの時買ってればよかったなってならないように、よかったらアミに会いに来てください。じゃあ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ頑張ってくださいね。言うたけ、もう一回言うわ。せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。またね。じゃあまた明日会いましょうね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。あー。